35歳男です。実家が田舎のタクシー会社で親の引退を受け引き継ぎたいと思ってますが、自動運転や AI 等で終わっていく仕事かなと感じています。タクシー会社がいつ残っていく道、戦略はないでしょうかアドバイスをお願いいたします。えっと、まあ、あの、田舎の方であれば、それなりにあと20年ぐらい残っていくと思いますよ。ただ、需要が減っていくものであるというのは正しいです。 なので、あの、なんかずっとこう成長し続けてもかるよねっていうのではないんですけど、ただそれを言うと、20年後に残ってる会社、どこなのって結構難しいんですよね。いや、その、じゃあ今の JAL とかアナたが20年後に本当に今の形で残ってるかっていうとわからないし、じゃそのなんか、銀行とかも20年後どうなるかっていうと、地方の銀行とか相当厳しいと思うんですけど、なので、別にあのタクシー自体が突然なくなるわけでもないので、まあ、とりあえず引き継いで、他の事業もちょっとずつ広げるっていうのでいいんじゃないかなと思いますけど。